はい、ポンチです。今回はカルピコです。カルピコですよ。カルピスのことなんですけど、英語圏ではカルピコというそうですね。カルピスっていうのは、どう考えても、牛のしょんべんっていう意味にしか聞こえないらしいんですよ。英語圏の人は、カウのピスですから、カウピスで、とんでもないものを売り出しとるなと。よりによってなんでそんな名前なのっていうことらしいですけど、結構ね、日本と海外で名前の違う商品って多いみたいですね。ポッキーなんかも、ミカドっていう風に言いますしね。カルピスもそうみたいですね。日本だとカルピスで、そんなになんか変なイメージ一切ないですけどね。ポカリスエットも外国人からしたら、何それっていうね。スエットっていう単語を飲み物の名前に使うなんてことはちょっともう考えられないらしくて、日本っていうのは何かと、ポカリっていうなんかちっちゃいね、ネズミみたいなものを大量にこう飼ってですね、でそれの汗を抽出してなんか飲み物にしてるのかみたいな、そういうこう妄想をかきたてるらしいですね。何かの動物の汗をお前らは飲んでるのかっていうね。このカルピコなんですけども、美味しいですよね。日本を代表するやつですけど、一方でですね、この白髪こだま酵母です。これ、まあ、うちのチャンネルでも人気コンテンツでして、まあ、それほどね、回数やったことはないんですけど、やはりよく回ってますね、動画が。うちのチャンネルに来てくれる人のトラフィックを解析すると、白髪こだま酵母っていう単語で検索を引っ掛けて、で、それで、たどり着いてきてる人多いみたいで、やっぱこれはね、重要キーワードのようですね。私もこれ大絶賛なんですけども、これをね、使って前からずっとやりたいなと思ってたのが、この白髪こだま酵母を使って、カルピスを自作するっていう。それをやってみたいという。なんで?って思われそうですけど。カルピスを自分で作るっていうのは、方法としてあるんですけど、最後の仕上げに実はパン酵母を使うっていうのがあるんですよ。で、これ自分でもね、作ったことあるんです。いわゆる普通のドライイーストを使って、ね、いつも言ってる安いドライイーストですね。で、かなりパン臭くなるんです。それでやるとね。しかしながらいつも言ってるように、この白髪こだま酵母っていうのは本当に癖がないです。パンのような香りっていうのは、まあいい匂いでもあるんですけど、我々は慣れ親しんでるからあの匂いをいい匂いと思うわけであって、乳製品からね、パン酵母の匂いがするとちょっとやっぱ違和感あるんですね。だからこれ使えないかなと。非常にいいものだっていう風にこう言うてるわけですから。白神山地の雪の中から発見されたという。まあ、作り方としては簡単です。最初に、主にこの3つでできます。あとまあ砂糖なんですけど。このスキムミルク、この粉のやつですね。これをお湯で溶いて、それを最初にですね、まあ、ヨーグルトですね。生のヨーグルトで発酵させます。つまり乳酸菌飲料なんで、これが種になってますね。で、これで、まあ、言ってみれば、ヨーグルト飲料を作っちゃうってことです。で、作って、ヨーグルト液を、さらにこのパン酵母で、まあ、発酵させるというか。これで風味がつきます、本当に。カルピスみたいになっちゃいますね。はい。ということでね、本当に美味しいカルピスができるんでしょうか。だいたい丸2日ぐらいかかりますけども。VTR、どうぞ。普段ね、カルピスを自作しようなんてことはあんまりやらないと思いますけども、ぜひね、これやってみてください。まずはスキムミルクが 60g ですね。そこにお湯が 500ml です。これ熱湯なので、それを80度ぐらいまで冷ましてます。一度ガラスのポットなどにお湯を移せば80度ぐらいまでちょうど下がってくれますんでね。これをですね、40度まで冷まします。で、冷ましてから明治ブルガリアヨーグルトをスプーン1杯分入れるっていう、そういうことをやってますね。で、これは茶こしで攪拌するといいです。今回のねレシピなんですけども、男の趣向というホームページがありまして、でそちらを参考にしてます。それをサーモスとかああいう魔法瓶ですね、まあ僕ちっちゃいのしか持ってないんで、それ2つ分に分けまして、でこれをまあ保温するということで、あれはダイソーで買ったクーラーボックスですね。発泡スチロールの箱なんかに入れて、でこれで12時間待ちます。そうすると、まあこれ蓋開けたとこですけど、見てください。完全にヨーグルトになってますね。固まるんですよ。だからヨーグルトってああやって増やせるんですね。市販のヨーグルトでもね。
そこに砂糖を 100g 入れます。これは酵母の餌になるためのやつですね。で今熱湯を注いでボウルとかスプーンとかを、まあ、消毒してます。ここでも茶こしを出してこのヨーグルト状に固まったものを細かく、まあ、砕くというか、まあ、ドロドロにしているということですね。でこの固まっている状態のものをカードっていうふうに言うそうです。でこれをちゃんとすりつぶすっていうことが大事ですね。まあ、個人で飲むものなのでそんなに神経質にはなってないんですけども、できるだけここでキメを細かくしておく方がいいです。でそこに白神小玉酵母、この顆粒を、まあ、小さじ3分の1ぐらいですね入れてます、はい、で今もう直接、ね、勢いで入れてしまってますけど、これも茶こしでちゃんとこした方がいいです。顆粒なので、はい、だからこうちゃんとすくって今すりつぶしてますね、はい、まあ、最初からそういう風にしてください。でちゃんと溶かすと。そしてボウルの縁をきれいに拭きまして、でそこにラップをきれいにかまして、でこのまま、まあ、保温します。白神小玉酵母の場合発酵の適温が32度なんですね。ですので最初は30度で1時間半だけちょっと酵母を冷ましてやる感じで、で実は結構低い温度でもゆっくり発酵してくれるので、これ24時間発酵させてます。あとはまあこの季節、まあ、秋口の室温で、まあ、丸1日置いたと。でそこに今 400g の砂糖を測って入れました。これが甘みですね。でこれ全部入れて、で今ブクブクっと泡が出てます。これが酵母が発生させた、まあ、ガスになると、まあ、炭酸ガスですね。でここで、湯煎にかけます。でこれは砂糖を溶かすっていう意味合いもあるんですけど、この菌をまず殺します。そうしないと発酵し続けますので、はい、でこれが80度で湯煎にかけてるってことですね、まあ、風味を損なわずにしっかりとこの活動を止めるってことですね、菌の、はい、80度ぐらいになるかなっていうことで、ずっとこの火にかけながら、はい、ボールもぐるぐる回しながら煮てますね。まあ、大体弱火でやってやると80度を超えることはまずないですね。で色がね透明になってきます。大体湯煎している時間は15分ぐらいかけたのが今の状態ですね。これでまあ十分です。そしてこれを粗熱を取るために、はい、氷水で冷やすということをやってますね。今パイレックスの大型ビーカーが出てきてますけども、ああいうのがあると、まあ、上部を使わずにああやって直接入れることができるのでいいですね。熱湯消毒とかもしやすいんで。で今カラビンであれが 300ml で、ちっちゃい方のペットボトルがあれが 200ml なんで 500ml もできちゃいましたね。だから結構ね量が取れたんですね。なんかね瓶にああいう形で製品として出来上がったみたいなんで、ちょっと嬉しいんですけども、はい、これで出来上がりです。いい酵母が手に入ったのならそれはパン焼きに使うだけではもったいないです。はい、いかがでしたか。結構簡単にできたと思います。普段ポンチーチャンネルで扱っている、まあ、レシピに比べたら非常にシンプルですし、もちろんね一晩発酵にかかりましたけども、まあパン焼きなんかに比べたら本当に簡単ですよ。まあ途中湯煎したりとかっていう普段あんまりやり慣れないことがあるので、まあ、めったにこんなことやらないとは思いますけどね、まあ、やろうと思ったらできますよっていうことですね。じゃあ早速ねこれ飲み比べていきましょうか。市販のカルピスと今回のね、この白神小玉酵母の自作カルピスですね。どっちから飲むかな？やっぱね、せっかく自分で作った方ですから。いや、ほんとね、これね、カルピスみたいな感じになってるんですよ。見た目が。カルピスよりが下手したら濃いかもわかんないですね。ちゃんとね、冷やしておきました、これ。そう、だから冷やす時間まで入れたら結構これ収録には時間がかかっちゃってるんですけどね。100ml ずつ飲みましょうか。
100ってことは 20ml 原液入れて 80ml 水を入れるっていうことですけど、やべえな、これやばいぞこれ粘りが強くて全然吸い上がらないですね。まあ、このゴムがちょっと緩いんですけどね。これうわ、粘りが強いんだね。すごい。マックスまで吸えてないですよ、これ。どうせっちゅうの、これ。9までしか上がってないですね。まあいいや。すっごい濃いん。これ、ちゃんと測れてないですね。なんじゃこれ。これ、さっきからハエが。だね、この、発酵臭に誘われて、ハエが来ちゃうんですよね。さっき買ってきた野菜にハエが来まして。まあ、実験室用の、本当にあの、パワフルな、あの自動ピペッターみたいな。あれだったらね、結構楽に吸えますけど。さっき9までしか上がってないから、まあ、11ぐらいまで。あ、見ようか。めんどくさいでしょ？ここまでやる意味あるのかっていう話ですけど。あの、ないです。自分の好きな濃さで飲めばいいんだけど、いか、ピペットで、カルピスは、向いてない。80まで。うん、完全に入れすぎてますね。どうしようかな。そうだね、メスでやるんだったら、こっちもメスピペットでやらないとダメですよね。うん、なんか普通のカルピスより、どうなんでしょうね。白いのかな。ちょっと今、拡散してますけど。それでは、邪魔やな。それでは、白髪小玉コンボで作った、カルピス。いただきます。ね、本当にクリアです。思った通りですね。普通のパン酵母を使って、やったことあるんですよ。通常のドライイーストですね、これね。で、これでね、やるとね、やっぱパン臭いんですよ。独特のパンの匂いあるでしょう。あれがするんだけども。でも、白髪小玉酵母で作ると、ね、なんでこんなとこにバーコード貼っちゃうかな。これ、前からこれ立たないんですよね、これね。箱潰されてるんで。買った時からこんなやつ、これ。Amazon で買ったんですけどね、これ。倒れない。やっぱ癖がないですね、白髪小玉酵母はね。だ、この酵母の特性をよく知るっていう意味でも、こういうことするのはいいですね。はい。美味しい。けど、やっぱなんか、独特のこの、カルピスのこの酸味というか、乳酸菌飲料飲んでるっていう感じはあんまないですね。だからこれが、明治ブルガリアヨーグルトが、まあ、非常にこの、プレーンな感じで、雑味のない味であると。いうことでもあるんですけどね。カルピスはね、やっぱカルピス乳酸菌っていうぐらいですから、独特の菌使ってるはずですよ。また普通のヨーグルトとはね、また違うのかもわかんないですけど。これも測るか。今度はもう直でいこうか。いつもね、僕カルピスってやっぱり濃くしすぎちゃうんですよね。失敗できないからね。慎重に入れますね。振った方がいいよね、これ。ん？なんか薄い気がする、これ。こっち。やっぱ振ってないからか。上積み。どうなんだろう。ちょっと仕切り直しですね。これよく振ってとか書いてあるのかな、これ。お好みに合わせて4倍から5倍を目安に薄めて飲めと。乳酸菌と酵母。発酵という自然の農法ですからね。やっぱり、酵母も入ってますね。ちょっとね、あ、でもちょうどぐらいか。で、ここから、お水でございますね。ヒルアップ。きっちり5倍ですね。
5倍だとあれか、薄いってことか。入んのこれ。あ、入った。入った入った。あんまメスシリンダー引っかくのようなことはね、やんない方がいいんで。色自体はやっぱりちょっと違いますね。若干黄色いのとこっちの薄い感じはしますけど、これは熱の入り方とかで変わってくるんですよ。こっちちょっと緩く熱入れてるので、このスキムミルクの白さがだいぶ残ってるんですけども、熱入ると透明になってきますんで。はい、じゃあこれカルピスの方いただきます。こっちの方が酸っぱいですね。で、口の中にちょっとだけこのなんていうかね、唾液が固まるような、そういう感じはこっちがちゃんとありますね。こっち全然そういうのなかったんで、あー、カルピスってだからこう考えると、まあ普通に美味しい、まあヨーグルトとはちょっと違うんだけど、まあ乳酸菌飲料だねっていうイメージでしたけど、こっちよりカルピスの方が癖が強い。何なんだろうこれ。カルピス独特の甘酸っぱさ、爽やかさみたいなものっていうのがここに入ってますね。香料とかそういうの使われてるんだとは思うんですけど、それが何なのかっていうのはちょっとよくわかんない。こっちは香料全く入れてないのに美味しいというか、すごいね。これヨーグルトっぽさも若干ありますけど、ヨーグルトでもない。カルピスって言われたらカルピスっぽい感じもあるけども、カルピスのような癖が全くないですね。これすごいかもな。うまいですよ。カルピスとどっちがうまいかっていうと、個人的にはこっち、白神小玉工房のやつの上ですね。これすごいかもしれん。売ってんのかな俺、調べたことないから、ちょっとよくわからないんですけど、白神小玉工房乳酸菌飲料とかね。いや、これうまいですね。カルピス菌ちょっとピンチちゃいますか。これ明治ブルガリアヨーグルトと今回コラボですけども、カルピスの方が癖が強くて雑味が多い。これだけははっきり言います。いや、こっち本当にクリアですよ。めちゃくちゃうまいです。うん、ちょっとね、この固形物が若干うまく溶かしきれなかったというか、攪拌しきれなかった部分があって残ってますけど、いや、これやる価値ありますね。いや、だから、やっぱカルピスの方が美味しいかなみたいな感じで終わるのかなと思ってたんですけど、そんなことなかった。男の思考のホームページによると、レモン汁をね、最後足したりっていうようなことも書いてありましたね。香料の代わりにレモン汁みたいな。それでちょっとやってみますかね。軽く、レモン汁落とすっていう。はい、持ってきたのが、レモンですね。これね、まあ香り付けなんで、まあこういうね、レモンのヘタの部分とかそんなんでいいと思いますね。あんまりこれレモン果汁入れると無駄に酸っぱくなるんで。あと、カルピスいろんな味ありますけど、メロン。高級マスクメロンですね。動画の前半でここに置いてあったやつなんですけども。今切ってきました。やりますよ。YouTube ですもん、これ。そんなやるのはこの、あれですもん。はい、もう、前半やったんで、もう目分量でいきます。20ですからね。ワンショットぐらいで。ワンショットよりちょっと少ないですよね、だから。で、これに水でしょ。そもそもこれ、コップ結構、だから入ってましたよね、だから。これが 120ml サイズとかですよ。120ml のコップなんてもう、これ昭和の遺物ですからね、これ。そうだ、カルピスを自作すると、こういうね、なんか濃さとか、こういうのね、お好みでカスタマイズできるんですよね。できるんですよねって、しないし、みたいな。しないよね、普通ね。で、これに、ちょっとだけレモン果汁も入れてみましょうかね。ちょっと。で、レモンのこのね、爽やかさを。皮目を絞り。
じゃあもうレモン風味ね、いただきます。あ、これでも一気に味が締まりましたね。プレンプレンって言ってましたけども、プレンな感じはそのままに、ちょっとだけこの酸味が加わって、このスパッとしたキレが出始めて、でこのフレッシュなレモンの香りって非常によく合いますね。柑橘の中では多分レモンが一番よく合うと思いますね。いや、爽やか、非常に爽やか&クリアですね。雑味が本当にない。まさかこれがね、パン工房を使ってやったんだっていうようなことはわからないぐらい。でもこれ乳酸菌だけだとやっぱりラッシーみたいになっちゃうんで、ちょっと乳臭いというか、そういう風味が完全にこう抑え込まれてるのはやっぱりこれ酵母の力ですよ。これうまいです。多分ね、こういうタイプの乳酸菌飲料あったと思うんですよ、昔。カルピスがどん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 やっぱこれあのパワー持ち始めて駆逐していったんだと思いますね。うん、ひょっとしたらこういうのも世の中にあったのかもわかんないっていう、でも難しいでしょうね。そのこれ牛乳屋さんみたいな、ね、あとヤクルトおばさんみたいな、まあ、しょっちゅう新鮮なものをこう、売り出されてるんだったら、こう、いいですけど。カルビスっていうのは、生鮮食品ではないので、ね、工業製品なんで、それでこういう味が再現できてるという。こっちはやっぱ生鮮食品ですからね。ヨーグルトなんかと同じような扱いになると思うんですよね、これ。売り出すとしたらね。賞味期限も当然短いでしょうし、流通経路とかもちゃんとこうやって冷蔵をしっかりしてないと、できないんでね。私が、大学時代に、まあ、その、酪農家のところに、住み込みで1ヶ月間お世話になったことがあって、うん、でもそこのね、おばさんが言ってましたね。昔カルピスとか子供がちっちゃい頃はよく作ったのよ、みたいな。うん、カルピスって自分で作れるんだってその時に思って。うん、まあ、牛乳絞ってるね、酪農家さんなんで、原料ただなわけですけども。でどうしてるんですか？どうやって作るんですか？って言ったら、明治乳業かな？明治か森永かどっかのところに牛乳を卸してたそうなんですけども、そこの人に言って、菌を分けてもらうのって言ってましたね。いや、だからその同業者のよしみでね、得意先のよしみで、ちょっと菌分けてくんねえかねって言ったら、あ、いいっすよみたいな感じで。で、自分のとこでちょこっと作れるっていう、もうめちゃめちゃいいなと思ってね。いや、しかし、手がベタつく。高級マスクメロンを、大根おろし器にかけてますからね、今ね。これだけでうまいんじゃないかなっていう話ですけど。見たでしょ？あの作り方。このカルピスの。砂糖 500g ですからね。ベッタベタでございますけども。そうなんですよ。ジュースでもケーキでも。自分で作ってみたら、砂糖の量に驚くんですよ。プロのバーテンダーさんでもね、ここまでやってくれるお店って、本当にあんまないですからね。オーセンティックバーに行かないと。出来上がりましたよ。メロン味、白神小玉工房、明治ブルガリアヨーグルト飲料ですよ。いい香り。うまいこれ。しっかりメロンですし、この程よい甘さですね。で、このクリアな感じ。で、メロンと牛乳が合わさったら、さ、美味しくないじゃないですか。まあ、好きな人もいるかもしれんけど、メロンオーレとかね。いや、でもこれは違いますね。やっぱ、メロンカルピスの雰囲気。うん。メロンカルピスなんかよりもはるかにクリアですね、これ。本当に。これ、うまいなぁ。そうなんですよ。だから、こういう菌を手に入れたっていうことをもっともっと活かしましょう。あと、明治ブルガリアヨーグルトって、ね、すごいですよ。あれ食べる用で売ってますけど、金種として非常に優秀なので、そうそう、だから、あんなもんなんぼでもパクれますからね。ただ、パクって作るよりも流通してる価格の方が安いというね。ヨーグルトなんかあれほんと安売りの時めちゃめちゃ安いじゃないですか。ね、それこそ酪農家でもない限り自作した方が安いなんてことは起こらないんで。いや、これも美味しいわ、これ。美味しいけど、別に、そんなにね、普段、飲まないから。うん、だからその、お盆とかでね、親戚が集まるなんて時には、これで、おもてなししたらどうですか？カルピス入れてあげるんじゃなくて、こっちでね、こうやったりとかね。こういうもんで、ちょこっとやって、出したら。ね、冷たい麦茶もいいけど、こんだけさっぱりしますからね。
夏場にはいいんですけども、もうね、今、秋も深まってもう冬ですから。いや、まだまだこれ楽しめますよ。暑すぎるときは逆に発酵が難しくなるんで、これぐらい涼しい時期の方が、実はやりやすいです。温度管理っていうのは。真夏ってね、結構この、パン焼きもそうなんですけど、発酵の温度をね、上げていく方は割とこう、競技の、あオーブンとか、そうか、発泡スチロールの箱なんかを使って、中の温度を暖かい方にキープするっていうのは割とね、コントロールしやすいんですけども。温度下げるってすごい難しいんですよ。もうクーラーガンガンに効かすとかそういうことしなきゃいけないんで。でも白神小玉酵母は発酵の温度が低くても全然こう、発酵曲線で落ちていかないので、これは本当にいいですね。極端な話、冷蔵庫で発酵させてもいいぐらいですね。はい。ということでね、本当に今回良かったです。いや、この酵母のポテンシャル、ますます惚れ込みましたね。ということで皆さんも、まあ、やってみるかどうか置いといて、いい菌なんだなっていうことを改めて知っていただけたらなと思います。以上です。